はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ファミリーマートで D ポイント40倍、スキアやドトールコーヒーでもキャンペーン中、D 払いやメルペイ、そして AU ペイなどとお得な決済方法も紹介ということで、また、あの、去年開催されていましたファミリーマートと D ポイントの大型キャンペーンがやってきました。この動画では、このファミリーマートと D ポイントのキャンペーン以外にも、牛丼チェーンのスキア、そしてカフェのドトールコーヒーでも D ポイントのキャンペーンが開催されていましたので、それも含めて大きく3つに分けてお伝えし お伝えしていいこうと思いますそれでは行ってみましょうそしたらまずはこちらからですねスキヤー D ポイント祭りポイント3倍さらにダブルチャンス抽選で3万名様に牛丼並盛り350円分ポイントプレゼントというキャンペーンですね こちらのキャンペーンの期間なんですけども、今のはアワクのところですね。こちら3月の13日すでに始まっておりまして、今週いっぱいの3月の22日日曜日までのキャンペーンとなっております。もちろんですね、D ポイント恒例のキャンペーンのエントリーも必須となっておりますので、とりあえずスキヤに行かれる方は先にエントリーをやっちゃいましょう。あとはこちらのダブルチャンス抽選で3万名様に牛丼ないもり350円分ポイントプレゼントと、こちらに関しましてはエントリー不要となっております。 で、このキャンペーンなんですが、通常スキアで D ポイントカードを提示したら、税込みで200円で1ポイントもらえるんですが、それが今回3倍もらえるということになりまして、なのでまあ、お会計の前には必ず D ポイントカードの提示を忘れないようにしましょう。 ちなみにこのキャンペーンの上限ですね、こちらは1000ポイントまでとなっています。まあ、いくら3倍とは言えど、上限に到達するのはちょっと厳しいかなと思うんですが、念のためですね、スキアガチ勢の方は気をつけておきましょう。以上がスキアの D ポイント3倍のキャンペーンについてでした。それでは次ですね。 じゃんということで、ドトルコーヒーで D ポイント1億ポイント山分けキャンペーンということですね。こちらのキャンペーンはすでに始まっておりまして、3月の13日失礼しました。3月の31日の3月いっぱいまで開催中でございます。 で、このキャンペーンなんですけども、ドトールコーヒーの他にも、エクセルシオールカフェとか、あとカフェレックセル,ル、ルカフェドトールなども対象となります。このキャンペーンの期間中に D ポイントを1ポイント以上貯められた方にもれなく1億ポイントが山分けされるということになります。ちなみに、これらのお店は基本的に税込み200円で1ポイントが貯まるようになっております。でですね、この山分けのキャンペーンなんですけども、先ほどお伝えしたドトールのお店、まあ先ほどお伝えしたドトールコーヒーですとか、エクセルシオールカフェ、カフェレクセル、 とととかかルルカフェドトトトで進定さされれた累計計の D ポイントから1ポイインンら一口として計算されることになります例もですね、キャンペーンのページに出ておりまして、例えばお会計が1回目、税込500円のお会計で2ポイント貯めて、2回目で税込400円のお会計で2ポイント貯めると。そして3回目で900円の、まあ税込900円のお会計で4ポイントが貯まると。そしたら、トータルで合計が8ポイントとなるので、この場合は8口となります。なので、まあ D ポイントを貯めれば貯めるほどお得な キャンンペーンとなっておりますので、まあ、ドトールコーヒー利用される方はぜひですね D ポイントカードを提示忘れないようにしましょう。 それでは最後こちらですね。じゃんということでやってきました。今回の本題でもある、ファミリーマートで1週間限定 D ポイント40倍のキャンペーンですね。いやー、またやってきましたね。去年の年末以来ぐらいですかね。このキャンペーンの期間なんですけども、エントリーすでに本日からスタートしておりまして、キャンペーンの期間は明日の3月の17日からスタートで、3月の23日月曜日の23時59分までの1週間となっております。 で、このキャンペーンなんですが、こちらのように、通常時は税込み200円で1ポイントの D ポイントが還元されるわけなんですけども、このキャンペーン期間中に関しましては、税込み200円で40ポイントが還元されるということになります。まあ、実質20%還元にほぼほぼ近いですね。いやけど、やっぱこれは嬉しいですよね。で、このキャンペーンの上限なんですが、最大で1000ポイントまでとなっております。なので、まあ、実質5000円分ファミリーマートでお買い物したら上限に届ます。 すするとということになります、ね、で、対象の D ポイントカードなんですが、ご覧の通りですね。通常の D ポイントカードはもちろんなんですけども、D カードゴールドで D カード、あとは D カードプリペイドも対象となっております。で、ちなみにここには出てないんですが、スマホにも入れているモバイル D ポイントカードも OK となっております。あとはこちらのイラストにもあるように、スマートフォンの決済のファミペイと D ポイントカードを連携して、そのバーコードを提示しても大丈夫ですね。 で、他にも細かいところなんですけども、ざっとこんな感じとなっております。まあ上から読んでいこうと思うんですけども、今回もらえる D ポイントなんですが、D ポイントの期間用途限定のタイプ、そして1回計が税込み200円以上のお買い物が対象となります。で、ポイントの申請対象外のものなんですけども、これ今出てる通り、タバコとか、あとポサカードとかですね。そしてサービスに関しましては、税金切手、宅配サービス、チケット、金券受付等の代行収納等となっております。なのでまあ、 購入するもので言えば、まあ、簡単に言うと食品であったりですとか、もしくは漫画とか雑誌とかでもありかなと思います。 そしてですね、ここからはファミリーマートでお買い物する際のお得な購入方法ということで紹介させていただきます。こちら3つありまして、まずですね、D ポイントを貯めたいという方であればこちらかなと思います。じゃんということで、まあ同時期にスタートする D 払いのキャンペーン、以前動画でも紹介をさせていただきました。街のお店10%還元のキャンペーンですね。 ま、この対象のお店の中になんとファミリーマートが含まれております。なのでですね、もし今回の D ポイント40倍のキャンペーンと組み合わせて利用した場合は実質 D ポイントが30%分還元されるということになります。これお得ですよね。一応ですね、まあ、D 払いで決済する時の流れなんですけども、今もこれ出てるようになってるんですが、先にですね、丸1番のように D ポイントカードを提示して、そして丸2番の D 払いで決済をしてください。 もしですね、まあ、D 払いで決済しても、D 払いだけの恩恵しか受けることができないので、必ず、必ずお会計の際には D ポイントカードをまず提示すると。そして、D 払いで決済をするという流れを覚えておいてください。そしたら次ですね。こちら二つ目なんですけども、AU ペの誰でも毎週10億円もらえるキャンペーンですね。このキャンペーンと、今回のファミリーマート40倍のキャンペーンと組み合わせたら、実質40%分の還元を受けることができます。 けどですね、このキャンペーンの注意点としましては一つありまして、まあ、a u p e のその週の上限に到達したら、この40%還元のキャンペーンを受けることができないので、まあ、それはちょっと気をつけないといけないですね。まあ、けどまあ、最近の a u p e ちゃんに関しましては、結構本気度を見せてくれてるので、まあ、せめてキャンペーン当日の3月の17日は生き残ってるのかなと思っているので、ちょっと期待したいところではあります。そしたら最後3つ目ですね。じゃんということで、現在絶賛開催中のメルペイフィーバーですね。いやー、このキャンペーン結構 結構やばいですよね。もうすでに上限の3000ポイントまで到達してる方も結構いらっしゃるかなと思うんですが、一応お伝えします。このメルペイフィーバーなんですが、これ、こちらはコンビニフィーバーのキャンペーンが20%還元となるので、今回のファミリーマートの D ポイント40倍と組み合わせたのは実質40%分の還元となります。まあけどですね、コンビニの場合は毎日開催中なんですけども、まあ3月いっぱいですね、まあ時間帯が7時から13時までとなっておりますので、これ お気を付けくださいあとですね、ファミリーマートに関しましては、バーコードを見せて決済する QR コード決済はできなくて、タントン、違う、ID 決済なら対象となるので、もしですね、ご自身のスマートフォンが ID 決済に対応してあれば、ファミリーマートで利用してみるのもいいのではないでしょうか。以上がお得な組み合わせつつについてでした それでは最後、今回お伝えしたことをまとめていきます。まず、スキヤで D ポイント3倍のキャンペーンですね。期間は3月の13日から3月の22日までエントリー必須で、D ポイントが3倍。そして、ダブルチャンスの抽選もありまして、上限は1000ポイントまで。次に、ドトルコーヒーの1億ポイント山分けキャンペーンですね。期間は3月の12日から3月の31日まで、これはエントリー不要となっております。で、D ポイントの1億ポイント山分けで、1ポイントを1口と計算をするということですね。 そして最後にお伝えしました、ファミリーマート、D ポイント40倍の還元のキャンペーンですね。これ期間は3月の17日から3月の23日までの約1週間のキャンペーンの開催ということと、エントリーが必須となっておりまして、D ポイント40倍。まあ、これちょっと20%還元に近いので、過去20%と書いております。そして、決済する手段としましては、D 払いで決済すると、期間中であれば10%還元。で、au pay であれば20%還元。これは、あの、上限に到達してなければ可能ということと、あと、 アイに関しましては ID 決済であれば最大で20%還元の恩恵を受けることができるということになりますね。 まあ、そんなこんなで今回は D ポイント3つのキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いや、まあ、D ポイントのキャンペーンは以前も少しお伝えしました。まあ、ローソンでも開催中ですし、D デビディバリーでも、まあ、平日限定ではあるんですが、50%のポイント還元中ということで、まあ、去年ぐらいから本当 D ポイント関連の勢力がですね、本当にとんでもないですよね。まあ、ぜひですね、ご自身のお住まいの近くにスキアですとか、ドトールコー あと、ファミリーマート、ローソンなどがあればですね、ぜひ D ポイントのキャンペーン利用してみるのもいいのではないでしょうか。以上ですね、今回お伝えしたキャンペーンの公式リンク、それぞれですね、下の概要欄に貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま、今回のキャンペーンとはちょっとずれるんですけども、先日このようなツイートをしまして、ちょっとそのまま読み上げたいと思うんですが、ポイント還元率15%から20%に、本当にこれが始まればキャッシュレス使わない理由がない、タントン、タントンということで、ま、このヤフーニュースからの情報なんですけども、ま、このニュース自体どんなものかっていうと、ま、政府がキャッシュレス決済のポイント還元率の引き上げを検討しているという情報でございました。ま、すでにですね、このヤフーの、ま、情報の のニュースのリンクは切れてるんですが、まあ、今がそのキャッシュレスション者還元事業の5%のところを、ポイント還元率を15%から20%になるかもしれないということだったんですが、まだですね、これ全然ちょっとよくわか,かんないんですけども、まあ、公式に発表されたものでもないんですが、もしですね、これが本当に実現すれば、またちょっと面白いことにはなりそうですよね。またですね、このような情報などが、まあ、あれば、随時 Twitter なども含めて情報をシェアしていこうかなと思います。まだ、あ、フォローされてない 方は下にツイッターのリンクも貼っていますのでぜひフォローしていただくと超喜びますということでありがとうございました。